皆さんこんにちは。2018年独学教室、デル潤沢剣士合格テキスト、こちらの方ですね。はい、講座説明の方をさせていただきたいと思いますね。独学教室の方でこちらデル潤沢剣士合格テキスト、こちらを使用したですね、独学教室というものが ありますと、これについての説明をですね、まあ20分弱ぐらいですかね、させていただきたいと思います。担当はですね、レック専任講師の友継と申します。どうぞよろしくお願いします。さて、まずですね、この独学教室というものなんですけれども、まあ、タイトル自体が謎ですよね。まあ、独学なのか本当に講座なのかというところになってくると思うんですけれども、まあこれはですね、まあなんていうんですかね、私としましてはどちらでもないいいとこ取りをしたものだというふうな認識でやっております。で、それはどういうことかと言いますと、この、まあ、やっぱり独学でやってますと、いろいろやっぱりデメリットっていうのは出てきます。で、そのデメリットとして、まず一つ目としてはですね、まあ、やっぱこのテキストって大体そういうところがあると思うんですけども、まあ、結構細かいところまで書いております。で、細かいところまで書いていますので、まあ、例えばですね、これ、最初のところからもですね、まあ、見てみますと、まあ、最初の序章はいいとしても第一章意思表示のところから始まりまして、ね、この第一章意思表示のところも最初読んでいくとですね、これ契約の成立というふうに書かれております。で、この契約の成立の部分13ページ、まあ、テキストになるとあるんですけれども、13ページからですね14、15でここら辺にまあね、条件とかそういったお話、解除条件とかの話もあり、15、16ページぐらいまでですね、まあその契約の成立ということで最初のお話があります。で、ここの最初のお話、これやっぱりまず独学の人、ここの最初がまずつまずきポイントといえばつまずきポイントになっちゃうんですね。で、どういうことですかって言いますと、まあまずですね、最初のだけでよし頑張るぞっていう風に出てですね、結構難しい話がバッと出てくる。で、結構難しい話がバッと出てくるとですね、もう こんな細かいところまでやんなければいけないのかっていう風な、まずは挫折感が出てしまうところがまず一つありますね。で、挫折感が出てしまって、まあちょっとできなくなっちゃった、もうこれ独学きついなっていう風になってしまう人もいる。それともっとやっぱり致命傷になってしまう人がいるんです。何かというと、これ読んでると難しいと、読んでると難しいんだけど、ちょっと待てと考えてみれば、これ過去10年間で1回も出てないんでしょうと、だったら飛ばしちゃえばいいんじゃないのかな、出ない出ない出ない、こんなもん出ないから飛ばしちゃうぞって言って、いきなりここの、じゃあ16番、ここら辺から出てるなっていうふうにやって、ね、出てるところから始めようっていうふうにやってしまうと結構まずくなってしまうんですね。で、これはなぜかと言いますと、例えばここに書いてある内容って、例えばね、13ページね、まあここの契約の成立とか書いてあるところって、まあ、あの出るか出ないかで言ったら出ません。はい、出るか出ないかで言ったら出ないんです、ここ。まあ試験問題出ないでしょうね。はい、じゃあ飛ばしていいかっていうと、飛ばしちゃ良くないんです。飛ばすのは良くないんですよ。なんでですかって言ったら、理由は簡単でですね、これ特にやっぱり権利関係って考え方、これをちゃんとマスターしておかなければいけないんです。で、その考え方の一番基本の基本のラインがやっぱりここの部分にも載ってるわけですよね。で、このまず一番最初でつまずかれると結構困るということになるわけですね。で、まあ先に進んでいけば進んでいくほど、こううまくいくところと、あれっていうふうになってしまうところと出てきてしまうわけですよ。で、あれって言ったところも、まあ例えば本当に、まあちょっと難しい内容なんだけど書いておきましたっていうところに関しましては、まあそれはまあスルーしても構わないわけじゃないですか。ただ難しくてもここはスルーしてはいけませんよってところもあるわけですよね。では問題です。そこの区別ってできますか？どこは飛ばしていいですか？どこは飛ばしちゃいけないですか？そう、先ほどここは飛ばさないでくださいって言いましたね。ここは飛ばさないでくださいって言いました。じゃあ全ページ飛ばさない方がいいのかって言ったら、まあやっぱりそうもないです。はい、そこってやはり独学だけでやってる方っていうのはなかなか厳しいと思います。はい、
でなかなか厳しいところがありますので、まあ、そこら辺の取捨選択ですよね。まずそれはちゃんとできるようにしていただきたいということ。そして次ですよね。そう、独学っていうものはメリットとしてはですね、何があるのかっていうと、やっぱり自分でやっていくっていうところなので、これ今回この独学教室というものはいわゆる普通の講座とは違う仕組みになっております。で普通の講座っていうものは、まあ何て言うんですかね、ある意味やっぱり何て言うんですかね、スポーツでいうところの我々ってやっぱりコーチなんですよね。そう、イメージとしては、イメージとしてはやっぱコーチなんです。ですので、何て言うんですかね、皆さんが、選手でね、こちらがコーチと、そういう、まあ、イメージだと思ってください。普通の講座というものは、ですので、まあ、コーチがですね、あれやこれやと口うるさくばやっぱり言うわけですよね。ただ、まあ、今回のこの独学教室に関しましては、そういう意味ではコーチ役はしておりません。コーチ役はしておりません。どういうことですかって言ったら、まあ、なんて言うんですかね、まあ、わかりにくいところだけピンポイントで教えてくれる人っていう、そういうイメージですよ。ですので、全部を全部、じゃあ1から10までこちらでやりますかって言ったらやりません。そこはやっぱり、独学をね、志したっていう方ですから、それはもうご自身である程度できるでしょうっていうところがあります。ただ、その、さっきも言った通り、まあ難しいポイント、なかなかこう噛み砕いて説明しないとわからないポイント、そう、つまり独学でつまずきそうな部分に特化して説明をしていくというのが、今回のここの独学教室の一番のメインところです。ですので、まあ、なんて言うんですかね、その講座の中で合格に必要な知識は全てお話ししますというような性質ではないです。足りるか足りないかって言ったら足りません。足りないです。だからそこの網羅性をまずは放棄しております。網羅性を放棄して、逆にまあ、やっぱり時間がある程度その少ないところがありますの で、 でそれでのれいくらいでべったりで喋ってしまいますと前半終わらないということになります。で前半やっぱり見ておきたい、じゃあ前半見るって言った時に、じゃあ前半終わらせるためにじゃあザーッとやるって言ったら、ただね本文朗読会とかになっちゃいます。でそれもそれでやっぱり意味はないだろうというふうになった時に、じゃあここが知りたいんだよ、ここは飛ばしてもいいところかよっていうところをちょっとピンポイントで知りたい知りたいってところあると思うんですよね。ここはちょっと文字情報だけではきついよとか、ここは本当にやらなければいけないところなんですかとか、そういったところに特化して、その情報だけをね、皆さんにお伝えする。そして、その情報を使って、皆さんがご自身で頑張っていただく。そのための、ある意味、サポートというものをですね、まあ、していこうというのがですね、この独学教室のポイントでございます。だから、そういう意味では通常の講座とは全く別物。というイメージはまず持っておいてください。まあ、このテキストバーッと進めていくと本当にどこが必要でどこがいらなくてっていうところがなかなか取捨選択ができないという方は結構多いです。で本当にこれ全部覚えなければいけないのっていうふうに思ったりとかですね。でそういったところをですね、まあ、ある程度サポートしていく、ね、ものを提供したいと。その代わり、まあ、やっぱりある程度独学を志した方ですから、ご自身でやっていただく、そのため、に、まあ、ちょっと時間数を狭めて、まあ、最低限のところをやっていこうというのが、まあ、こちらの趣旨というふうにご理解いただければと思います。で、まあ、今回20分ぐらいご時間いただきまして、で、まだまあね、10分弱ぐらいしか経っておりません。ですのでですね、まあ、喋りたいことは喋ったわけですよ。というわけで、せっかくですから、最初のところ、じゃあこれいるんですよって言いますよね。まあ最初の最初でつまずかれるとやっぱり、まあ、厳しいので、ちょっと最初だけ見ていきましょう。こちらね、13ページのところでございます。デルジュン宅建士合格テキスト権利関係の13ページのところです。持ってないよっていう方は画面見ていただければいいですけれどもね、一番いいのは本屋さんに走っていただけるのが一番いいかなと、すぐご購入していただくのが一番いいかなと思うんですけども、はい、まあ一応こちらに映し出しますので、まあこちら見ていっていただければと思います。まあテキストある方は13ページからのところをご覧ください。契約ってまず何でしょうかっていうお話です。で契約っていうのは一言で言ったら約束のことなんです。で、例えば、
まあ、この建物を1000万円で売りますっていうふうに言いました。で、買い主がですね、買いますっていうふうに言いました、ね、売ります、買います、これで契約が成立します。で、この契約、約束ですよね、これはちゃんと守らなければいけない。契約を結ぶと原則としてその契約で決めた内容を守っていく必要があるんですね。で、それをもうちょっと詳しくお話ししていきますと、こちらです。じゃあ契約の成立っていうのはどういう時になるんですかって言ったら、まず売り主がこの家を1000万円で売りますっていうふうに、売りたいなっていう意思を表示しました。ね、こういうの意思表示っていうふうに言うんですけども、はい、ここに意思表示ってありますよね。売りたいというこの意思を表示、売りますっていう形で、相手に伝えました。この A さんがまずはこの家1000万円で売りますっていう意思表示をしました。それに対して B さんがですね、この家1000万円で買いますっていうふうに意思表示をしました。この瞬間に契約って成立するんです。なので契約ってどの段階で成立するんですかって言われたら2番なんです。これいいですか。2番の段階で契約は成立します。で、契約が成立して、そしてその後3番目の契約書の作成って書いてありますけれども、はい、法律上を売買契約が成立するためには契約書の作成って実は必要ないんです。契約書って何なんですかっていうと、契約書というのは契約で決まったことを後で、ね、これ言ったじゃん、言ってないよっていうふうに揉めると嫌だから、契約で決まったことをでは書面の形で残しておきましょうというふうにするのが契約書の性質というものであって、契約書を作らないと契約が成立しないわけではないんです。いらないんですよ、契約書ってのは。基本的にはね、まあ、もちろんこっから先だから勉強進んでいくと、その保証ではね、書面でやらなければいけないとか、そういう例外っていうのはおいおい出てきますけども、原則のまずはお話なんです。原則契約書は必要ありません。だって考えてみてください、売ります買いますで約束しましたって言ったらね、極論すれば例えばね、コンビニでガムを買う、これだって一つの契約じゃないですか。ね、お店がですよ、ね、商品を陳列していますってことは要するにね、私は売りますという意思表示ですよね。で、それに対して私がこうやってガムを取って、ね、レジに持ってきますってことは、これ買いますの意思表示ですよね。この瞬間に契約って成立するんです。で、この瞬間に契約が成立するので、そのガムは、まあその瞬間に、所有権は店のものから私のものに移動する、ね、移動するので、そう、どうするのかっていうと、はい、私は買いますって言った以上お金を払わなければいけないんです。で、お店もお店で売りますって言った以上その商品を私に引き渡さないといけないんですね。そういうふうに、両方とも、義務を負っていきますよ、その約束を果たしていきましょうねっていうことになるわけなんです。で、その時に契約書って作りますね。例えばね、コンビニエンスストア A かっこ以下こうとするかっこ閉じはね、友継正弘かっこ以下落ちとするとね、ガム1個についての売買契約を締結したとかって契約書を作ってですよ、コンビニの方からですね、じゃあ今回このガムの契約をしたということで、こちらの方にサインハンコをお願いいたしますとかってやります？やらないですよね。下手したらガム1個だったらレシートすらもらってこない場合だってありますよね。それでいいんですよ、それでいいんですよ。なんでですかって言ったら、もうこの2番の段階で契約は成立してるわけだからですよ。で、それであとね、まあね、ガム1個で言った言わないで揉めないでしょうから、契約書は多分作らないでしょうって、ただそんだけの話です。だから揉めそうだったら作ってもいいですよっていう、そういうお話ですよね。そう、契約した後、なるべく早く契約書を作りましょうねっていう、そういうふうにしてもいいですよと、そういうお話なわけでございますよ。はい。で、それが書いてあるのが、まあ、ここの部分なんですね。契約書の作成って口頭で成立した契約の内容を証拠として残しておくために行っているに過ぎませんというふうになっていきますというところでございます。で、この約束は守らなければいけない。で、約束は守らなければいけないんだけども、例えば、その約束に、例えば、じゃあちょっとね、傷があった。ね、傷があったってのはどういうことかって言ったら、例えばですよ、騙された、脅されたとか、そういった時まで約束って守らなければいけないのっていうふうになっていくのが、この第一章の意思表示の内容ですし、例えば、じゃあ契約って守らなければいけない。でも、じゃあ例えば判断能力の、ちょっとね、劣った人がした、そういう
契約まで守っていかなければいけないのかなっていうふうに考えていくのが第2章の制限行為能力者という形でつながっていくんですよ。そう、そしてこの瞬間、ね、契約が成立した瞬間に所有権が移転しますよっていうこの考え方が、例えばこの後ろの章にある危険負担とかそういうものを理解するときにも使えるようになってくるということで、ここはやっぱり飛ばしたらいけないんですよ、ね、ここを飛ばしていくとその考え方がインストールされません。で、考え方がインストールされないとどういうことかっていうと、今その特に権利関係の問題なんか特にそうなんです。権利関係もそうですし、法令上の制限もそうですし、ね、丸暗記だけでは対応できないような問題が非常に増えております。ここは丸暗記だけでは対応できません。その、ね、ちゃんと考えて、ね、仕組みを考えて法律的に考えてこういうふうに解いていかなければいけないですよっていう問題が増えてるんですね。まあ最近宅建資金が難しくなってきてるっていう話はまあ聞いたことあるかもしれないですけど、そういう意味なんですよ。昔はあこれ知ってる、あいこれ、あいこれ知ってる、あいこれっていうふうに解ける問題が多かったんですけれども、今はそう知ってる知らないじゃなくて考える考えないになってくるんですね。でその考える考えないって言った時に、じゃあ法律的に考えるっていうふうに一言で言いますけれども、その法律的に考えるっていうのはどういうふうに考えていくのっていうところを、この最初の段階でまずは入れておかないと、そういう考え方が育っていかないわけですよね。でそういう考え方が育っていかないとなっていくと、そういう問題には当然のことながら対応することができなくなってしまうんです。なのでそれは受からなくなってしまうということにもつながっていくわけですよね。なのでじゃあどういうところでどういう、ね、考え方っていうものを構築していけばいいのかとか、そういったところをですね、まあやっぱり学びながら勉強していっていただきたい。ただそれって独学の方にはなかなか難しいかもしれない。でもいや、やっぱりさすがに講座に通ったりするちょっと時間とかもないよという方のために、じゃあそこの独学をしていただくためのサポートとして今回こちらをね、ご提案いたしますっていうのが今回のこの、独学教室のポイントでございます。ですのでもう皆さんの本当に独学のサポートとして、お届けしたいと思いますので、ぜひですね、まあ、こちら、ご利用の方、よろしくお願いいたしますと、いうことでございます。ではですね、ちょっと短い時間ではありましたけれども、こちらで、終了させていただきたいと思います。ではまたね、独学教室等その他また別の機会で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。では、以上こちらで終了させていただきます。どうもありがとうございました。